カローシティ文字とは古代の南アジア西北部および中央アジアで用いられた文字。他の文字体系に影響を与えることなく滅亡した。現在知られる仏教関係の最古の文献はこの文字で書かれている。ブランフミー文字が南アジア全体に影響したのに対し、カローシティ文字の使われる地域は南アジアの西北部、現在のパキスタン北部とアフガニスタン東部に限られ、 プラークリットの一種であるガンダーラ語を記すのに使われた。ブラーフミー文字と異なって右から左に書かれ、文字は筆記台風に崩して書かれる。アラム文字に由来することがはっきりしているが、アラム文字とは異なって、ブラーフミー文字と同様のアブギダであり、シンジは原型ではボイム A のついた音を表す。A 以外のボイムが続くときは文字に記号を付加する。 母音の長短は区別しない。また、ブラーフミー文字と異なり、母音のみの音節を表す専用の文字は存在しない。カローシティ文字でサンスクリットを記した文献もあるが、必要な文字のいくつかを書いているため、サンスクリットを記すのには適していない。仏教で42字文として知られる特殊な文字配列は、おそらくはカローシティ文字に起源があるという。 簡約物典では翻訳して、止め書、老書、露出書などと呼ばれている。止め書は、軸法語訳の、広仕用行に見える。老書は後世紀に翻訳された、アビグモリビバシャロンに見え、その箇所につけた、言語音義では、正しくは、実質、と言い,い、北方の辺境の文字であるとする。現状訳の、アビダルマ大ビバシャロンでは、露出書に作る。また、 6世紀の宋、有、鉄山蔵奇集には、凡字は、左から右に書き、老の書は、右から左に書き、宋結の書は、上から下に書くと記している。この文字は、紀元前6世紀、紀元前5世紀頃、ダレオス一世によってインダス川一世のアケメネス朝の俗州となった地域の言語を表現するために、ブラーフミー文字を知っている者が、アラム文字を尺用して、 便宜的に表記するために考案したものと考えられている。一方リチャード・サロモンはカローシティ文字はブラーフミー文字に先立って作られたと考えている。パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州にあるマーアンセヘラーとシャーバーズガリーのアショーカオーマガイヒブンがこの文字で表記されており、紀元前3世紀頃にはこの文字が普及していたと判明している。アショーカオー以後も サカ、クシャーナ朝の章によって採用されたが、紀元後3世紀頃から衰退し始め、5世紀以降は、ブラーフミー系文字にとって変わられた。一方、カローシティ文字は、中央アジアに伝播し、タリム盆地のオアシスト市や、現在のウズベキスタンで、おそらく7世紀頃まで使われた。仏教、ジャイナ教の文献及び、ホーン玉林から、カローティー、 カローシティの名称が確認された。二言語仕様のメナンドロス一世のテトラドラクマ銀貨表、ギリシャ文字で、シグマラムダ、オームシグマシグマオームオミクロンシグマ、デルタオミクロン、裏、カローシティ文字で、マハラジャサトラタラッサメナドロッサ。共に、救済者で王のメナンドロスののい雷光と盾を持つアテナの図タキシ中造院両面に、 キリシャ文字とカローシティ文字を記した効果が知られ、1840年頃、イギリス東インド会社のカルカッタ造兵局、分析技師であったジェームズ・プリンセプによって解読された。この解読結果により、アショーカオーの魔外ブ文も解読された。1892年に、フランスの探検家、デュートル・イユドランが、タン近辺でカローシティ文字で書かれたホック行の断片を発見した。 カローシティ文書の断片。2世紀から5世紀のもの。新疆博物館所蔵。1901年1月、高端で、だんだん上陸の砂に渦漏れた、仏教寺院跡の発掘を終えたばかりのオーレルスタインは、二合い席での第一回目の発掘調査を行い、カローシティ文字が書かれた、多数の木簡や羊の皮の文書を発見した。前年の月には、スンヘリンが、 タリム盆地の東端にローラン遺跡を発見していたが、その1年後に、今度はスタインによってタリム盆地の西の砂漠中でローラン王国の実像を語る大量のカローシティ文字の文書が発見された。この時、ニア遺跡で発見されたカローシティ文書はおおよそ430点であった。1九百六年の第二回目の調査では、ニア遺跡、エンデレ遺跡、ローランの 各地点の遺跡から280点ほど、さらに1913年の第3回目の調査では、新たに、ニア遺跡及び、ローラン遺跡から50点ばかりを発掘した。スタインは、カローシティ文書とはどういうものであるかを、ニア遺跡において、それを発見した時の興奮とともに、中央アジア島先の中で詳しく語っている。この発見によって、当時の全全国及び、 宇天国の生活や地名、人名の発音がわかるようになり、西域諸国の歴史の空白部分を埋める重要な手がかりとなった。1990年代以降、アフガン内戦に伴って多くの遺物がアフガニスタンから海外に流出し、その中にはカローシティ文字で書かれた文書もあった。ハッタから出土した。 カローシティ文字の川川文書29巻は1994年に大英図書館に寄贈された。バーミヤン出土の文書は多くノルウェーの収集家、スコイエンが購入し、その数は1万点以上に上るが、その中にはカローシティ文字の大乗物点、健康業の培養者本も含まれる。日本では平山育を林寺岩尾州が入手した。 アフガニスタンとパキスタンの国境付近で得られたと言われるカバ川文書には、八千症般人行の末期1から5に相当する部分が含まれ、放射性炭素年代測定によると一世紀後半頃のものであるという。内容は白岡新薬の道行般人行より古い形を保っている。詳細はガンダーラ古仏教写本を参照。変わったところでは、 中国の先制象徴案件の石仏寺から1979年に出土した仏像の背面にカローシティ文字が書かれていた例がある。また、洛陽からもカローシティ文字で書かれた碑文が発見されている。ユニコードでは以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。